エーマンゾーニアレッサンドロ・マンゾーニの肖像がデザインされている10万リラ紙幣アレッサンドロ・フランチェスコ・トン・マーズ・アントニオ・マンゾーニはイタリアの詩人、作家、啓蒙思想家、チェーザレ・ベッカリアの孫にあたる。1967年から1979年まで発行された10万イタリアリレ紙幣の裏面に肖像が採用されていた。ミラノの伯爵家に生まれる。 1805年に母と共にパリに赴きそこでボルテールと文学者クロード・フォリエルの影響を受ける。1808年に銀行家の娘エンリケッタ・ブロンデルと結婚し、共にカトリックに改修。それまでマンゾーにはカトリックからは異端とみなされるジャンセニスム、エンリケッタはカルバン派信者であった。この合理主義、無心ドンからの改心は、 以後のマンゾーニの行動と思想を決定したと言われる。1814年からミラノに住み、1833年に妻エンリケッタと死別したが1837年にはテレーサ・ボーリという連れ子のいる女性と再婚した。1840年にマジョーレ・コハンのレーザーはゲーテによってドイツ語に翻訳された。悲劇、カルマニョーラ・ハクイル。 コンティリカー・アーマグノラ・アデルキ・アデールチは、部分的な、美しさを持つが舞台向きではない。主張は、歴史小説、イーナズケアイ、プロウメシース・ポーシー三巻である。1823年、ロマン主義についてを書き、新しい流派の説を詳しく展開しているが、その用紙は、神話と古典への盲獣を廃し、周樹法則を否定し、それに対して、意図としては有益であること。 主題としては真実であること、方法としては面白さを追求するべきであるというものだった。さらに、イタリア語の統一という問題について、多くの論文を書いて、イタリア語の中のトスカーナ性を擁護し、名作、言い,い名付けによって、トスカーナ語を基本とする近代イタリア標準語を一応完成させたと言える。ありがとうございます。